板倉勝室は、備中松山藩八代藩主、四尺、板倉家、宗家十四代、板倉勝隆の四、男として誕生。はじめ、江戸で僧侶になる予定であったが、仙台藩主の勝清が、明治元年の母親戦争で、旧幕府軍に最後まで忠義に寄り組みして函館まで、転戦したため、松山藩は新政府の追悼を受けることとなった。 そこで、藩の失勢、山田報告は、勝室を連れ出して、新藩主に迎えることとし、川田剛を使者として、迎えに行かせた。当時の松山藩は、朝敵の立場であり、藩関係者への新政府の監視の目は厳しかった。川田は、勝室に、鉄地の格好をさせて、備中玉島行きの船が出る横浜へと向かったが、途中で新政府軍の兵士に発見された。 その時、川田は、肝心町の話を思い出してとっさに、カツを殴り飛ばしたところ、兵士たちも驚いて、通行を許可したため、備中松山に無事到着したと言われている。明治2年2月、新政府から処罰として、所領を5万国から2万国に減らされた上で、カツの家督相続が認められた。同年10月に、松山を高橋と改名し、 11月に地範事となる。明治4年2月、新政府の命令で東京へ赴き、そのまま同年7月の廃藩地県で面刊となった。勝室の板倉家相続の際、後日の家騒動を防ぐため、重臣たちが勝室に対して、板倉勝前が松山に戻った時には必ず家督を勝明に譲るという気象文を書かせていた。後日、 新政府から謝面された勝清がこれを聞くと、勝明は朝廷から咎めを受けた身であり、板倉家を継がせることはできないと言って、勝室から希少文を取り上げると、居並ぶ重臣たちの前でこれを破り捨て、改めて勝室への忠誠を誓わせたと言われている。1884年7月8日、死者を助諸した。明治十九年九月、上野東照軍の射死となったが、 同年10月21日に51歳で死去した。法法は中高院、漆山現象大古寺。墓所は東京都文京区本駒込の吉祥寺。ありがとうございます。